ハローアースノイド。生きてて何もいいことない系主人公に対するネットの反応をお送りするよ。ガンダムナラティブのヨナという、幼少期にコロニー落としで両親を失い繊細孤児になり、少年期には人体実験に使われた挙句、自分を思ってくれていた幼馴染二人に先立たれた男。スパロボから入ったもんで、ミシェル生きててよかった。さすがに後悔からの解放として死なせるのはあんまりだよなとか思ってた。この作品マジで救いがないんだわ。ヨナは鳥になれなかったな。どうすりゃよかったんだろうか。フェネックス乗っていけばよかったのか。どうしようもねえよ。映画の結末が一番マシな結末というね。25歳の真面目に懸命に生きてきた大人が生まれてこなきゃよかったんだと涙ながらに叫ぶ場面は辛い。苦しむだけの命だったから仕方ない。幼少は繊細孤児で家族もおらず、少年期は人体実験されまくり、ようやく出てこれても結局軍隊しか居場所がなくて、そこでも微妙な扱いな上、幼馴染はみんな死んだ。どうしたらいいんです？別のガンダム作品の言葉を借りるなら、それでも生きてくことが死んだ人への手向けになる。アニメ後は隊長が親身になってくれるはず。光のガンダムおじさんだけが希望だよな。ミヤゴ隊長魅力的だったよね。中井和也さんのウィッツ、キアに続いて3人目のガンダムキャラだけど、最後のヨナへの叫びは熱かった。原作の不死鳥狩りではお亡くなりになるから、アニメ版を主軸に展開してほしいわ。メディア展開はアニメ作品が主軸だから、そこは問題ないと思う。問題は出番自体があるか。ヨナは実際中の上程度の実力なのはなんとなく伝わる。イヤゴも鍛えればものになるみたいなことを言ってたしな。多分軍人としてこれからもやっていくのか。寄せ集めガンダムと微妙な腕前のパイロットに拮抗されると失敗作感際立つよね。謎テクノロジーでジオン号を完成させ、バナージ相手でもナメプしたフルフロンタルとゾルタントの実力差よな。でもそのナメプのせいでネオングの実力はよくわからなかったから、ゾルタンが大暴れしたのは良かった。ゾルタンがニュータイプならファンネルぐらい使いよ、優先とかふざけるなって怒るのもわかる。失敗作の自分の敵も失敗作だなんて腹が立つよな。ヨナ君ははちゃめちゃな A 装備動かせんだから、 A 手前ではあるんだけどな。士官学校卒だし、シェザール大使点では現状で中の上だから、なかなかのものだと思う。てかサイコミュ使えてる時点で上積みだから、ニュータイプ以外はバイコンの完成を待ちなんで。バイコンってサイコミュ使えたっけ？バイコンのせいで廃れたなら見たことあるけど。言葉が足りなかった。ニュータイプ以外のパイロットにはサイコニュは負担がかかりすぎて使い物にならないから、負担なしでサイコニュと同じことができるバイコンの完成を待たなければならなかったってこと。なんだかんだで最近のガンダムではデザイン大好きなナラティブ。クソデカ装備で固める、実はヤセット地なのがヨナとリンクしてるよね。ナラティブ、ヤセット地がヤセ我慢ですごく頑張る話だから、これがいいんだ。 B 装備いいよね。このアンバランスさが、メインキャラみんなどこか欠落した不完全な人間だけど、それでも思いを叶えようとする作品のテーマに合ってると思う。設定上同じものとはいえ、ガンプラも同じ形状のパーツ使うとは思わなんだ。まず流用ありきで生まれた子なので、同じサイコフレームが付けられるのは前提条件。何から何までかわいそうなガンダムだ。最後には大破だもんな。撃墜ゼロで最後にコッパみじんになっても、戦略的には勝者なのがいい。主役になれない奴らが主役になれないゆえにあがき苦しむ姿が、メタ構造的にも外伝って感じで好き。だからこそ鳥になるヨナの姿が美しい。コアファイターもなんか鳥っぽかった。君が鳥になるなら、俺も鳥になる。いいよね。鳥になってヨナとリタを引き合わせられたのだから、あれでいいのだ。その意味じゃ恵まれた最後だったな。ナラティブ、スタボロなナラティブがヨナに合う。バナージの支援ありとはいえ、スタボロになって爆発死産しても主人を無傷で行きたいところまで届ける役割は果たしてるから、俺はナラティブ好き。脱出したコアファイターまで念入りに爆散したから、マジで派生機体とか生まれなさそうなやつ。ガンダムのこれまでを振り返るに、一定以上に人気と需要が出れば何でもやるぞ。イフの B 装備とか完全体とか、その気になったら後からやるかもしれん。こいつの派生は同型フレームとか多目的試験機時代の仕様やら装備でいくらでも作れそう。結局フェネクスの引き立て役なのよ。A と B で見せ場作って C で完璧なフェネックスへのバトンタッチしたんだから、
劇場版一作だけでここまで恵まれた全主人公機もなかなかないぞ。別に引き立て役って悪い意味だけじゃないからね。ナラティブは完全にその役割を果たしてる。短い時間ではあったけどギミックと演出噛み合ったいい主人公機だよ。ナラティブ、特にシワ寄せ集めの急ごしらえな半端ものってのがあの作品の主役機としてうまい立ち位置だと思ったよ。初見はいまいちなガンダムだな。映画見たら何こいつかっこいいだった。2回も見に行っちゃったよ。来たわよ。ビームマグナム撃ったらユニコ以外のモビルスーツは腕ぶっ壊れる。じゃあ腕のストック一杯持つわ。ビームマグナムへの異常な執着は吹く。インコムとかいろいろやれることあるだろ。でもこういうの好きでしょ。実はバナージが初めて命を救うためにビームマグナムを使えた作品でもある。ユニコーン2でもしヨナに出番があるとしたらヨナを助けたサプレッサーと同じ構図で誰かを助けてくれると俺が嬉しい。最近の作品だとバナージはなんかガンダムマーク2に乗ってるらしいな。なんとかミユとエマさんとエルが乗った3号機を回収したものだとか。幼馴染はガンダムかっこ個人。自分に好意のある女2人とも失ったよなく。ヒロイン全員死亡のガンダムって他にあったっけ？センチネルとか。ヨナにはまだバナージとヤゴ隊長がいるから。施設では子供たちが性処理に使われてたと聞いてどこまでも腐ってんなあの機関と思ったわ。リタだけは大人になっても解放されなかったのがひどいよね。リタはもう悲惨すぎてコメントできないよ。下手すりゃ不幸自慢でマリーダさんに勝つレベルだしな。分かった上で受け入れるリタの異常な使命感。リタはモアムロとかカミーユとカララーとかとは全く違うタイプのニュータイプだったように見える。初めからニュータイプ概念の死生観を受け入れきってた。時代が悪いよ時代が。いや宇宙世紀ずっと悪いな。ヨナはユニコーン2で出番あるのかな。フェネクスもないヨナが活躍できるのだろうか。主人公補正もない。主人公補正くらいつけたれや。ユニコーン2に出ても盛り上がれるか微妙な主人公好きだけど、むしろそっとしておいてあげる方が幸せかもしれない。大田垣先生にならティグコミカライズしてもらえば幸せになれるよ。そうかな、そうかも。ナラティブは今まで生きてきて何にもいいことなかったやつが今まで生きてきて何にもいいことなかったやつと、何にもいいことないまま死んだ女をめぐって何にもいいことない殺し合いする映画。強がってるけど泣いちゃう。ゾルタンはゾルタンなりに人間物理的にも半分やめさせられたかわいそうな人なんだが、まだ普通の人なりに生きていけるヨナの方がマシだよな。バナージのように環境に恵まれたわけでもないので悲惨な人生を歩むしかなかった主人公というのが逆に唯一無二の個性になってるよな。主人公補正のない主人公って感じでとても好き。何にも残ってないんだもん。悲惨すぎる。あの事件の後はバナージ陣営にいてほしい。俺はナラティブの後はもう戦いから離れて穏やかに暮らしていてほしいわ。まあ役ネタ全部吐き出したとも言えるし、まだ若いからこれからよ。